こんにちは。全国3億6000万の麻生太郎ファンの皆様、いかがお過ごしでしょうか。今日も麻生太郎さんの発言を切り取ってね、この動画にさせていただいております。ちょっと画面を切り替えます。今回の記事はですね、1月21日のこちらになります。麻生太郎氏、悪いのはコロナだからね。各派閥の幹部が首相擁護でございます。まあ、ざっくり言うとどういうことかというと、麻生太郎氏は自らが率いる派閥の会合で新型コロナについて語ったということですよね。まあ、この時期新型コロナ以外の話題が出ることはないでしょうね。次ですけども、国民生活に不便をかけているとし、悪いのはコロナだからねと、結局は問題を曖昧にするということでございます。でも麻生さん、ちょっとね、思い出してほしいのは、いろんな災害はあるでしょう、いろんな疫病はあるでしょう。そこから国民を守るのが政府の仕事ですよね。国民がお金がないよ、苦しんでるよって言えば財政出動して国民の危機を救う。国民がですね、他国からの侵略を受けて困ってるんだよって言えば、やっぱりそこに防衛を発動させていて国民を守ると、いろんなことがあると思います。国民の健康を、守っていくのも政府の役目じゃないかなと思うんですよ。そして不安要素を取り除いていて、あ、いい国に住んでるなと、税金の払い具合があるなというふうに、ね、感じさせていただければ文句はないわけですけども、これだけ不安を蔓延させて太陽光ということにしておいてね、で自分だけうな丼食ってるってのは、それはそれバカ野郎ということでございますよ。で、3つ目、また自民党の各派閥からはコロナ対応で批判を受ける総理を擁護したということですけども、まあ、これはしょうがないですよね。自分たちのリーダーをね、足引っ張ることじゃなくって、やっぱ世間の風評から守ってあげたいと思いますよね。これは私もわからないでもないですけども、でもあまりにもね、ちょっと菅総理、期待したほどではなかったかなと思います。ただ、まあ、やっぱりね、3ヶ月4ヶ月ですから、そして即席で首相になってしまいましたんで、いかにね、官房長官としての手腕が正しかったとしても、官房長官がいい首相になるかどうかまた別の問題だと思いますのでね、まあ、温かく見るところと、しっかりと追及するところとやっていきたいと思います。はい、記事を読んでみましょうか。麻生副総理は自らが率いる派閥の会合で新型コロナウイルスにいろいろ語ったんですけども、国民生活に不便をおかけした上で、悪いのはコロナだよということで責任をね、全部ね、丸投げしてしまったということでございます。違うんだよ、悪いのはコロナなんだけども、その対応を怠った、もしくはあまりにもずさんな対応をしている、麻生財務大臣をはじめとする政府の動きも悪いんじゃないかなと思いますよね。特に麻生財務大臣は国民をお金によって救う権限があるのに、それを発動しないってことで、まあ、ある意味ね、麻生さんが自殺者を増やしたりとか、国民の生命を危機に脅かさせているようなもんだと思いますよ。麻生さんがね、妙な財政出動の、なんか緊縮財政論を唱えなければ、救われた命はあるわけですよ。そしてこれからも救われるわけなんですよ。ただ片っぽですね、100兆円ほどの財政出動してますんで、そこはそこで評価しないといけないかなと思うんですよね。で、たまたま自分のところにお金が届いてない方、保証が十分じゃない方っていると思うんですよ。で、その方にはしっかりと声を上げていただいて、そしてその声をね、反映させるために、まあ、メディアっていうのもね、動いていただく。メディアがダメだったら、私みたいな YouTuber とか、それからブロガーとかね、Twitter をやってる方とかがしっかりと盛り上げていくってことはできると思いますんで、ぜひね、困った方は声を上げてください。遠慮なくね。はい、麻生副総理はこんなことも言ってます。いろんな意味で国民生活ではいろいろ不便をおかけしている。こういった話になると、誰が悪いとか、飲食店が悪いとか、飲食店が悪いってのはお前が言ってんだろうが。これ、なんですかね、これね。今私初めて読みましたけども。誰が悪いとか、飲食店が悪いとか、若いのがどうしたかと、あるもの探ししたがるけど、悪いのはコロナだからねって。いや、それはね、麻生さん。あんたらが言ってるんでしょうが。夜の街関連とかね。飲食店が原因があるとか、若い人が動き出した気の緩みだとか、お前のこの野郎、本当にいつでもマスクしてろって言うんだよ。どうですか皆さん、とんでもないこと言いますね。結局ね、こういうね、態度なんですよ。一方、菅総理の私も良くないですね、声を荒げたりしてね。菅総理の新型コロナ対応をめぐっては、野党から後手後手だとの批判が出ていて、内閣支持率の低下が続いています。まあ、後手にはなるでしょうね。やっぱり未知のウイルスであることもありますし、まあ、そもそもね、このウイルスが本当に危険なのかどうかってことが未だに分かんないんですよ。で、まあ、亡くなった方がいるんで軽々に言うべきではないですけども、全体的な死亡率としては下がってるというね、そういうふうな報告もありますし、いやいや、新型コロナで亡くなった方もいるんだけども、でもね、新型コロナにかかってない健康な方が絶望して自殺してるとかどう見るんだとかね、そういうところもありますんで、アンバランスに尽きるなと思うんですよね。皆さんどういうふうにお感じでしょうか。で、最後の方ですけども、しかし自民党の派閥幹部からは、誰が総理をやっても国民の苛立ちを止めるのは難しい。まあ確かにね。だって麻生さんがいるんだもん。
麻生さんがお金出せば国民の苛立ちはないですよ、はっきり言って。簡単じゃないですか。簡単だろ政権というのは批判を受けるものだ。違うんですよ。政権が批判を受けるんじゃなくて、だらしないことをやってるからね。それこそフグとか食ってるから批判を受けるんですよ。わかりますこれ。なんかね、ずれてるんですよ、この辺がね。菅総理を擁護する発言が相次ぎました。だからこういう擁護はちょっと当たらないです。全然。ね、皆さんも共感するでしょ。だって麻生財務大臣が金を出したら別に国民の不安はないわけですよ。国民の不満はあったとしてもちっちゃくなるわけですよ。ここまでね、小規模事業者とか生活支援に困ってる方がたくさんいて、生活困窮でもうね、飲食店のアルバイトなくなったりとか、もう収入が来月から途絶えて手元にはね、数百円しかないみたいな人がいるのに、それでもね、10万円すら出さないわけですよ。この人は。何なんですかね。それこそね、やっぱコロナが原因ではあるけども、それに対応をしきれていない政府が人を殺してると言っても、それはね、もう言われちゃいますよ、そんなことは。だから誰が総理をやっても国民の苛立ちを止めるのは難しいとか言ってね、そういうふうに逃げるんじゃなくて、政権というのは批判を受けるものだ、確かにそうなんだけども、でも大いに批判されるべきことをしている、もしくはするべきことをしてないわけですよ。で、今回の動画まとめますけども、まあ、2つの不道徳っていうのがあると思うんですよ。それはですね、してはいけないことをしてしまう不道徳ってありますよね。でも今回はそれじゃないです。するべきことをしなかったという不道徳があります。それが麻生財務大臣と二階幹事長です。この二人がいる限りは私たちの生活に、安定の日々は来ないんじゃないかなと私は思いますけどもね。皆さんいかがお感じでしょうか。それから自民党に関わっている方とか、真面目にね、自民党活動されている方も、こんな人をね、幹部に祭り上げているようじゃ自民党そのものの体質が疑われますよ。今ね、史上最悪の自民党への向かい風が吹いてると思っていただいて結構ですよ。麻生財務大臣が余計なこと言うばっかりにね、この人一回ね、民主党に政権奪われてるわけですからね。責任力とか言ってからね、無責任なところを発揮して、その二の舞を今しようとしてるのが麻生財務大臣ですよ。自民党がもしね、信頼を失って、いやいや政治そのものに信頼を失うことがあるとしたらね、この麻生財務大臣の罪は非常に重いと思いますね。私はね、麻生財務大臣さえこの場にいなければ、この職員についていなければ、多分人っていうのはもっともっと政治に安心感とかね、信頼を置いてると思うんですよ。もう最悪な2021年ですよ。麻生財務大臣が金を出さないっていうもんだから。それだけじゃないです。金を出さないという言い方も説明の仕方も、やっぱり国民の不満を招いてると思いますよ。だからね、10万円を出すのがね、なんかこう、そこまで嫌なんだったら、別に1万円でもいいし、減税でもいいわけですよ。なんか重税を課しといてね、そして生活保護費も削っといて、もう国民の暮らしを、ね、苦しめるだけ苦しめといて、それで、こんなこと言うわけですから、とんでもないやつだと思いますよ、私はね。皆さんはどういうふうに思いますかね。私は今ね、麻生財務大臣はこの職位にいるべきではないと思いますよ。この人はね、経済伸び盛りの時に財務大臣として財布の紐を縛るのはとっても向いてると思うんですけども、デフレ下においての財政出動をするっていう、このね、おかしな財政規律を持っている限りは、国民をどんどんね、ないがしろにして苦しめて搾取してっていう風な三重苦を押し付けるだけであって、何らいいことがないと思いますので、適材適所とは言いにくいんじゃないかなと思います。ちょっと時期が悪かったですよね。麻生財務大臣は財務大臣としての手腕がないわけではないと思います。ただデフレ下における国民経済を救うための財務大臣としては、もう大失格だと私はね、烙印を押させていただきます。皆さんのね、意見もコメント欄でお待ちしておりますので、よろしくお願いします。それでは長い間お付き合いいただきまして、ありがとうございました。